昨日はね、ローソンでペイペイクーポンで、5% バックでコーヒー飲みましたのと、そこで、ね、ソフトバンク 5G ね、東京都日野市でね、のあるローソンでね、下り 140MB ね、飲みます。そこの近くのガソリンスタンドにいるときにね、結構 5G 繋がったので、もしやと思うんでね、そこも行ってみました。眠い。今日はね、ぐったりは午後3時半までぐったりしましたからね。昨日はね、ユニカーンドまでに開封の儀、ワニリ動画300再生やってね、インスタリー動画300再生やって、紹介リプ動画インスタでね、250再生やりました。あとは深夜で見守り方はインビジブルでね、昨日2時間しか寝てないんで、その内容が入ってきませんでしたからね、メニューやりませんでしたからね、インビジブル柴崎コウさん演じるキリコの弟の長山健太さんね、実はインビジブルだったんです。ノートの内容の話と、そのノートを渡してね、これでお前もねっていう、お前もなっていう話で、話でした。今回始めます。どうぞ。こちら、ローソンでね、ソフトバンク 5G 使いまして、 4G からの転用だと思ったらね、149メガ出てね、びっくりしました。ローソンペイペイクーポン 5% バック。
日はね、みじめで、そんなにちょっとぐだっとして、今日2時間しか寝てないんで、ぐだっとしてたんですがね、みじめで、島崎幸さん演じるキリコのね、弟がね、インビジブルだって、実はインビジブルだって話だったんですけど、インビジブルの家族なんか、なんかね、家族ノートみたいな感じなんかあったっていう話で、ちょっとね、説明があったんで、そこが疲れて聞いてなくてね。で、なんか書類を渡して、ね、なんかね、これでお前もっていうね、話でした。ちょっとね、TVer で見たいぐらいのね、なんかね、その内容はいつでしたかね。では。